おうちエクササイズです。今日はタオルを使ってお腹周りをしっかりと鍛えていきましょう。肩周り、腕も大きく使っていきますので、まずは肩からほぐしていきましょう。肩回しです。後ろ回し、前回しと自分のペースで動かしてください。肩が大丈夫な方は少し大きく動かしてしっかりとほぐしましょう。さあ、それでは両膝を立てて、お腹も使いますので腰回りをほぐします。体をひねって気持ち良いところで腰回りをほぐしましょう。元に戻して反対側も同じようにひねっていきます。さあ、正面に戻したらタオルを持ちましょう。さあ、まずは前からぐっと大きくこう船を漕ぐように、前から後ろ、前から後ろと体を動かしていきます。できるだけ後ろを大きく倒してみてください。体がゴロンと倒れるか倒れないかところで、お腹でぐっと踏ん張って腹筋ですね、ここをしっかりと鍛えていきましょう。さあ、しっかり息も吐いて、吸って、ふっ、よいしょ、はい、しっかりと、はい、こいでと、前から後ろ、あと4回、はい、4、3、2、1、はい、いいでしょう。一度休憩です。足を伸ばして少しお尻を振ってお腹周りをほぐしましょう。まだまだ続きますよ。さあ、今度はもう一度両膝を立ててタオルを持ってください。先ほどは前から後ろでしたが、今度は横にひねる、1、2、1、2、いけたら少しでも体を後ろに倒した状態でひねってみてください。キュッキュッ。さあ、息も止めずにしっかりとフッフッ、できるだけ後ろの方までギュッギュッと、あと4回、4、3、2、1。さあ、もう一度休憩です。さあ、もう一度お腹をいらしましょう。最後もう1セット、またお腹の横側、ね、全体的にギュッと効かせていきます。さあ、両膝を立ててください。さあ、先ほどは交互にひねっていきましたが、今度は1、2、3回ひねります。1、2、3、戻す、1、2、3。さあ、腕もしっかり大きく動かして、より運動強度を高めていきましょう。1、2、さあ、呼吸も止めずに1回ずつ、ふっ、ふっ、ふっ、はい、ふっ、ふっ、ふっ。さあ、まだまだ。さあ、最後にひと踏ん張りです。元気を出して、1、2、3、ポーズ、1、2、3、ポーズ、1、2、頑張るぞ、ラスト、1、2、3、OK! よし。さあ、では手を後ろにつけて膝を揺らしましょう。今使ったお腹周り、腰周りをひねってほぐします。はい、いいでしょう。さあ、お腹周りの運動はこれでおしまいです。短い時間でもしっかりとお腹を鍛えることができますので、ぜひこれを見ながら一緒に運動をしていきましょう。